皆さん、こんにちは、こんばんは、もしくはおはようございます。セインツロー2実況プレイ、第9回目となります。そして、今回で、浪人編最終回と相なります。ゲームを始める前にですね、皆様に一つご報告とお願いがございます。私、このセインツロー2以前にですね、実況を終えたシリーズが3本あるんですが、そちらの動画の、パート1を除く動画からですね、すべてゲームタイトルのタグを消去しております。これなぜ消去したかというとですね、検索の時に私の動画が大量に引っかかってしまって検索の妨害をするのを防ぐためということでございますので、これを発見されましてもですね、もうゲームタイトルを入れないでいただきたいというお願いですね。さて、それでは、ローニンの拠点攻略してまいりたいと思います。You're gonna have to take out two sets of guards before you can get a visual on the pier. If I were you, I'd use a sniper rifle to drop those bitches from as far away as possible. はい、というわけで、浪人がでかい取引をしている。ここはセインツの縄張りだということを思い知らせてやれ。あ、カルロス君、お勤めご苦労様ですね。ピアスさんのね、ご忠告通り、今回、スナイパーライフルを用意しておりますので、これ使っていきますか。いきなりですけど、こちらにね。あちらにいらっしゃるのがね、分かりやすいですね。あるものは使っていきましょうと。このアングルになります。どうも私はヒットマンを思い出しますね。接近戦ですかね。やはりこっちの方がしっくりくるんですが、でまあね、今回で浪人編最終回ということで、今回はですね、ちょっと盛りだくさんというか結構駆け足になりますね。この拠点を攻略した後ですね、こんなとこにいらっしゃるんですか。この拠点を攻略した後ですね、一つミッションを、やって、さらにその後また一つ拠点を攻略して、その後ですね、いよいよ最終ミッションという形になります。なので、今回はですね、結構カットする場面が出てくるかと思うんですが、ご了承ください。もっとこれ鬱陶しいですよ。こんな至近距離でスナイパーライフルを使ってしまうのは何かもったいない感じがするんですが。いらっしゃるんですけどね。よし。次の見張りの集団を始末しろ。移動しますか。ちょっと乗り物がないですね。まあバイクですと若干問題があるかもしれないんですが、まあ仕方ないでしょう。この高台にね、おっと、やはりバイクだと曲がりづらい。高台に行かないといけないんですけど、でまあこの上に登っていきましょうということなんですが、今回ちょっと世話しなくて申し訳ないんですが、ですね、私の動画の場合、基本的に絵的に変化が少ない場面以外ではですね、カットを控えていきたいというのがございますので、どうしてもですね、こういった風にプレイで尺を調整しないといけない場面が多々出てくるんですが、おっと。で、こういった時にですね、よく動画の尺が長くなってしまってもいいですよとおっしゃってくれる方、はたまたですね、パートが増えてもいいじゃないですかというふうにおっしゃってくださるね、優しい方もいらっしゃるんですが、おいおい。で、まあそうでですね、私の動画、すでにね、パート9ということで、未だにね、3つある勢力のうち1つ目でこの状況ですので、このままいきますとですね、どうもパート20を超えてしまうんじゃないかというですね、完結までに懸念がありまして、まあね、20とざっくり言いますとね、大したことないように感じてしまうんですが、ワンパートがですね、私の場合は上下2分割しておりますが、足しますとね、30分強ありますので、基本的にはですね。それでまあ、パート1からもしご覧になっていただいている方がいらっしゃった場合ですね、すでに4時間半、私にお付き合いいただいているという状況です。まあ、セイントロー2自体がですね、非常に面白いゲームですのでね、致し方ない部分もあるとは思うんですけれども、なぜよりによってね、私のこの実況を見ているのかと。ボートを破壊しろ。わかってますよ。さあ、またがってですね、三角木馬にまたがって、レッツゴーですけれども。まあね、なぜこんな下ネタが9割みたいなね、実況よりによって皆さん見てるんですか。
まあね、ありがたいですよ、非常にありがたいんですけれども、もっとですね有意義な時間の使い方があるんじゃないかと、おっと、まあね、有意義な時間の使い方があるんじゃないかということでね、今回はいろいろとねご提案をさせていただきたいと思います。あとですね、まあそれについてですね、ちょっと私パート1でですね、あの警告をしたんでですね、いないはずなんですけれども、どうもですね最近いらっしゃるような気がしてしょうがないんですが、Under 18のですね18歳以下の青少年少女の皆さん、まあ性ってあの青い方の性ですよ、セックスではないですよ、あなた方は何してるんですか。なんでこんな夜によってね、いい年したおっさんがチンコさんがチンコマって喜んでるようなね実況を見てるんですか。こんな時間があるんだったらね、お外に行ってですね、もっと積極的にチュッチュしてください。まああのチュッチュチュッチュついばんでいってくださいね。まあこれちょっと少々今騒がしいんですけど、でまあね、チュッチュがダメだって言うならね、もうこの際パンパンでもいいですよ、パンパンしてください。あのするなどはね私言いませんよ、なぜならば私もしたいからです。まあね、したいというかですね、もう好きあらばやしようとしてますよ。まあですがね、ちょっとねここで私と約束していただきたいんですけど、するのはいいと思うんですけど、あのちゃんとつけてくださいね、これはもう絶対あの守ってください、お願いします。でまあそんなことしてる間に終わってしまいました。浪人アンバーブルックミュージアムピアクリア、現金5000ドルをいただきました。獲得した縄張り、アンバーブルック日収500ドル、支配済みの縄張りが45分の15と、新たなミッションがプレイ可能になりました。あれ、いつの間にかお仲間の方がいないですが、まあ多少の犠牲は致し方ないということで、上に登って次なるミッションに向かっていきましょうかね。でまあですね、まあ青少年の方々はですね、もうちょっと時間を有意義に使ってくださいということなんですが、他にもですよ皆さん、絶対いないと思ってたんですが、どうも最近ですね若干いらっしゃるようです。妙齢の女性の方々、あなた方は一体何をしてるんですか。なんてよりによってこれ見てるんですか。もう私が彼氏だったら別れますよ、ダメダメ絶対。まあね、もし彼氏さんがいらっしゃる方でしたらね、この時間があるんでしたらもっと積極的にね、いろんなところに行ってですね、いろんなプレイをしてください。もう攻めていきましょう、攻めて、まあ、攻められる方が好きっていうのもいいですよ、この際どっちでも。ではたまたですね、栽培にしてただ今現在フリーの方々、このお時間があるんでしたらですね、もっといろんなところに行ってですね、いろんないい男を引っ掛けましょうよ、あ引っ掛けるって言葉が悪いですね、ゲットしていきましょうよ。そしてですね、攻めていきましょう、攻めて、まあ、この今年 の、 あのテーマは目標にしてください、目標に、皆さん目標になっていってください、よろしくお願いします。でまああの正直そんなのもう面倒い、今そんなのどうでもいいみたいな方はですね、4時間半もっと有意義に使っていきましょう。ですね、私から一つご提案です。近隣の書店を回ってですね、そのお店にある小悪魔アゲルすべて、買い集めてきてですね、でまあどっか近場の公園に持って行ってまとめて燃やしてください、お願いいたします。でまあこの私の動画でですね、メインターゲットとして考えております独身男性の皆さん、まあもっと言うのであればいい年したですね独身男性の皆さん、お疲れ様です。まあお仕事が終わられてですね、お酒でもかっくらいながらこの動画を、ご覧になっていただいている方もいらっしゃるかもしれませんし、はたまたですねたまの休みで、とてもいい天気だというのにお布団を干しただけでですね、特にどこにも行くあてもなくですね、ボケーとこの動画をご覧になっているかもしれませんが、あなた方は一体何をしてるんですか。ダメです、もっと攻めていきましょう、攻めて、4時間半あればですねどれだけエロ DVD が見れると思ってるんですか、あなた。そしてですね、もうどれだけ、いたせると思ってるんですか。もう限界に挑戦していきましょう、攻めの精神で、攻めの精神でお願いいたしますね。ぜひとも時間を有効活用していただきたいと思います。
まあ、一番時間を有効活用しないといけないのは結局のところ私なんですけれどもね。なぜ 3,40 分の動画を編集するのに5時間ぐらいかかるんですか。そしてしてればしてるほどどんどん余計なことをしてさらに時間がかかっていくという、もうドツボにはまってますね。さあ次なるローニーのミッションやっていきましょう。拠点防衛ローニー。